東洋テクニカは7月11から13日にポートメッセ名古,名古屋名古屋市で開催される自動車技術者のための国内最大の技術展人と車のテクノロジー展2018名古屋に出展すると発表した今回は測る技術で車の未来を作るをスローガンに自動車開発における先端技術領域である自動運転コネクテッドカー電動化と 高級的な重点課題である安心、安全、快適性をテーマに掲げる。同社が新たに取り扱いを始めた二つの新製品を披露する。一つ目がエンジントランスミッション耐久試験向け早期異常検出システム m グ g 1 6スフでエンジンやトランスミッションなどの耐久試験で非試験体の異常を早期発見。 破損箇所を特定するシステム。安全性を高めるのに役立つ。二つ目は、自動車のホイールに加わる荷重を計測するホイール6、分力系、s w i f t イボシリーズ。四輪バギーからトラックまで、幅広い車種に取り付け可能で、高精度に6分力を計測。自動運転に必要な車両運動性能評価や、耐久試験に適している。また、 急速に進む自動車電動化に対応する製品として電力の再利用が可能で環境に優しい試験が実施できる電力回生式双方向直流電源 PSB9000 シリーズや日本初の EMC 試験用下半型電気モーター負荷ユニットブルーバックスなどを展示するこれらはモーターやインバータなどの車載電装品の評価に適しているさらに 次世代自動車開発で注目されているセキュアコーディングガイドラインセルト C に対するソースコードの適合度を自動評価し安心安全な車載ソフトウェアの開発を支援するセルト C コンプライアンスモジュールも点